皆さんこんばんは。元男の子の青木香音です。今日はですね、青木香音、久しぶりの外出自粛前ぶりのピクニックをしたいと思います。見てください。この広大な清々しい景色。もうずっとここ最近、緊急事態宣言が発令されてから、外出自粛で、もし家から出たとしても、コンビニと家の往復、それだけだったんですけども、もう人間、限度があります。なので、今日は私と同じように外出自粛に疲れてしまった皆さんを救う動画として、私がですね、皆さんの代わりにピクニックをします。なので、皆さんは絶対に外に出ないでください。今回ですね、私が買ったピクニック用のお弁当こちらです。セブンイレブンの、なんだこれ。大盛りご飯。俺たちの炭火焼き牛カルビ弁当。なんか男の子っぽい名前なんですけども。懐かしいですね。もう男時代はこんなペロンチョペロンチョでしたよ。14人前ぐらい一気に食べて死にかけました。じゃあ開けていきますね。カロリーどんぐらいなんですかね、これ。700カロリー。やば。やばやばやば。やばやば。やばい。汁が首の中に入った。この中に入った。一番嫌なパターン。うっくっせ。ではですね、開けていきます。オープン、プフンプフンプンプン。わぁ。見てください。こちらです。いいか。蜜じゃなくてもな、ピクニック行っちゃダメなんだよ。行くなよ。なんか、河川敷でピクニックしてる奴らいるけどさ、ダメだからね、普通に考えて。協力して。では、いただきます。めっちゃうまそう。てか、すっごい見られてんだけど、恥ずかしい。見ないで、あんまり。わお。そう、牛カルビだって。めちゃめちゃ美味しい。本当に焼肉屋さんで食べる牛カルビみたいな感じ。あの、弁当特にふにゃーんとした感じじゃない。てか、タレめちゃめちゃうまいな。あの、みんな大好き、うま辛のタレみたいな。うますぎる。やっぱいいですね、こうやって。なんだろう、家の中で食べるのと外で食べるご飯って全然違くないですか？私が今まで一番食べて、美味しかったなーって思ったご飯が、あの、小学校の時の、あの、林間学校で食べた、この軽井沢でみんなで作ったカレーライスなんですよね。バーモントの中辛なんですけども、それをみんなで半コードで作って、それが一番美味しかったな、今まで。27年間食べた料理で。これ2番目ぐらいですかね。本当に美味しい。うん。うん。うますぎ。これいきます。視聴者さん、そう、引っ越したばっかなのに、もう速攻視聴者さんとすれ違って街で、ありがたいですけどね、声かけてくれるの。うますぎる。これあっという間に食べちゃうな。これ大盛りって書いてるからさ、もったいないような気がする。なんか女の人って大盛りって買いにくくないですか？青木自身もの学生時代は普通に男として生きてたんで、全然大盛りって名前に抵抗ないんです、なかったんですよ。でも女としてこうやって今生きてて、ちょっとやっぱり大盛りとか特盛りとか、あの、極盛りとか、ああいうワード入ってるパッケージって買いにくくなりましたよね。それなんとなく、分かってくれるかな？外じゃこんな食べ方しないんですけども、今日はもう久しぶりなんでいいです。で、ここ最近私はですね、何をして過ごしてるかっていうと、もう本当に、ああいう、水じゃないからといって、ちょっと気が緩んでピクニック行っちゃう、あの、バカ者と違って、私は家でですね、持って、ひたすら大食いの YouTuber の動画見てます。クロームキャストって買ったんですよ。テレビにつけて、ずっと、あの、YouTube 見れちゃう。うますぎ。マジでうまい。特に最近見てるのが、あの、ロシアン佐藤さん、お友達なんですけど、ロシアン佐藤さんとか、あと、ぶちかましさん。マジでうまい、これ。これにキムチとかあったら、本当にもうやばい。もうあと私、2パックぐらい食べれますね。ただ、私みたいにこうやって家でちゃんと外出自粛を、あの、してる人は、やっぱり、なんだろう、運動量が減るじゃないですか。なので、太りやすくなるんですよ。ただ、
青木はですね、半身浴とか結構してるんで、体重がですね、外出自粛前は55キロ、ちょっと太っちゃったんですけど、55キロぐらいだったんですね。身長170で。で、今53キロぐらいに落ちましたね。が、ん?ん?やばい、喋ってる時に、食べてる時に喋ったら叩かれそうだから、今喋んなかった。何を落としたんだっけ?ん?あ、だから今日はチートデーですね。もう今日はカロリー気にせずに食べちゃうっていう感じです。で、書き込みます。マジで幸せすぎる。やばくないですか?めっちゃ恥ずかしい。見られる。みんなさ、こうやって今大変な時期じゃないですか。やっぱり見えない敵と戦ってるわけだから、いつ自分がどこでコロナに感染するかわからない状況なんか、外に出ないと働けない方、まあ、職種によってやっぱりあるじゃないですか。で、そういった方々に今世間の一部の人がさ、なんかやめろやみたいな叩いたりとか逆にしちゃうわけですよ。でもその人たちはやっぱり自分たちの生活、もしくはその組織の中でのいろいろなルールがあるから仕方ないっていうか難しいですね。で、私はそういった人たちに、まあ、特にその方々がいないと私たちの生活の歯車がね回らない職種の方々は本当に本当感謝ですよ。だってセブンイレブンでもさ、レジに立ってくださる方がいるからこうやって美味しい弁当を食べれるわけですよ。だから極力ですね、皆さんも一緒にもう少し落ち着くまでは家の中にいましょう。一緒にね、みんなで協力することによって早くあの頃のように外で何の後ろめたさもない気持ちでこうやってヤクヤク弁当食べれるわけですよ。だから皆さんも絶対に外出自粛はやめましょう。いやもう長いか、長いね、長い長い、すいませんでした。編集マン、はい、実はですね、私も今家の中で動画を撮ってました。すごくないですか?これあれですよ、グリーンバックですよ。編集の力でやったんですよ。だから私の今の目の前の景色がですね、こんな感じです。汚い、この、食べ残し、食べたゴミ、あとほろ酔い。完全にもう家の中に引きこもってる形跡、わかりますよね。で、私の薬とか、まあいろいろなんですけども、こんな感じに、はい、やってます。本当はサンドイッチ食べる予定だったんですけど、ちょっとお腹いっぱいになっちゃって、また後で食べます。サムネ用に使おうかな。最初みんなびっくりした人いたかもしれないんですけども、多分こうやってびっくりするのも、やっぱりコロナで今世間が敏感になってるっていうか、ちょっとピリピリしてる、まあ、そういう風潮なので仕方ないと思うんですけども、やっぱりそういうピリピリした部分を私はなるべく出さないように、日頃から生活の基盤となってくださってる皆さんに感謝しながら、少しでも YouTube でこうやってコロナで、まあ私もそうですけども沈みがちな気分を YouTube 見ながら晴らすことができたらなって。で、まあこういう動画出したんですけども、実は違かったよみたいな。ちょっとごめんなさい。私伝わりにくかったな。今日すごい、もう室内なんかめちゃめちゃ暑いんですよ。で、こんな着てるじゃないですか。もういや、もう汗だく。でさっきまでちょっとすごい寒かったんで、今日雨とか降ってるから特に寒いんで、暖房つけていた後の部屋で撮影してるから、こんな感じなんですけども、外出自粛の中、少しでもピクニック気分を味わっていただきたいなと思って動画を作ったんですけども、いかがだったでしょうか?少しでも楽しんでいただけたら幸いです。また次の動画でお会いしましょう。ピクニック気分味わえるのはあれか。編集中の私だけか。